こんにちは、こんばんは、やすまるです。今日はこっからスタート。これもう25回ね、セーブしてるから、できれば30回ぐらいを目安にしていきたいなとは思ってるんだけど、できるかな。結構でも進んできてるとは思うんだけどね。うん。で、前回の続きね。これ、ダブルシリンダーシャフト。ダブルシリンダーシャフトをつけるんだよね、おそらく。の前に、こやつをしまう。うん。忘れちゃうね。バイオハザードあるあるだよね、これね。あの、インクリボンを持っていってしまい、道具を取れないっていうね。私よくあるからね。よくあるからね、そういうミス。ガチャン、オッケー。敵出てこないでよ。やっぱり何かさ、いいアイテムというか、まあ、今回だったらダブルシリンダーシャフト、うん、を手に入れた瞬間にやっぱり来ると思うじゃない。まあ、でもそう思わすときながら、出てこないっていうのもまあ技なのかもしれないけどね。で、前回はここで終わったと。でね、おそらくこれをねつけるんだと思うんだよね。シリンダーシャフトが抜かれている。まあ私抜きましたからね。電源を回復するに、ね、何かが足りないようだ。これでつけると、使う。どうだ。お、はまりました。ボタンが点灯している。押しますか。押さない人はいないでしょうね。どのボタンを押しました。左から。うんうん。とりあえず順当に1番押しましょう。なんか上のが光ったね。上のが光ったね。1234でゆっくりをまず押していって、4番。どうでしょう。何も起こらなかった。取りました。あ、もう一回いちいちはめなきゃいけないの。いや、でもさ、見たときに、これが書いてあるのよ、こういうふうに。怪しいよね。回す。そう、これがね、怪しいのよ。回す。ちょっと回してみよう。なんかさ、絶対これ、あれなんじゃない？くっつくところがあるんじゃない？これおかしいね。あ、くっついた。来ましたー、これ。これあれですよね。4ですよね。4、4、英語でいきましょう。4、2、3、1、OK。4、2、3、1。いきましょう。覚えた？覚えました。使う。4、2、3、1だよね。4、2、3、1。4、2、3、1。よし。まずは4番からだ。次2番だ。1番だ。あ、違う違う、3番だ。危ねえ。1番だ。どうやら電力供給されたようだ。おお、びっくりした。危ない。おお、これ下がるってことだよね。行こう。ジル行くよ。エレベーターのスイッチがある。押します。よし。やる気スイッチ。あ、待て。バリー？どうした？よかった。無事だったのね。お前こそ。物音がしたから来てみたんだが、地下にこんなものがあったとはな。この下には一体何があるんだ。降りて調べてみるしかないわね。もうムービー終わりかな、これ。あ、終わってない。おい、何なんだ今の音は。バリー、誰かいるのか。ジル、様子を見てきてくれ。何が起こるかわからん。俺はここに残って脱出経路を確保しておく。わかった。
これ普通逆じゃない？これ普通男が行って女が見てるんじゃないの？これバリーアイテムボックス、おかっけー、バリーかっこいい、バリーだよー、いきょバリーだよ、あれ違ったミスった、もういいや。いやこういうのやっぱり入れてた方が、あのね、自分もね安心するんだよね。やっぱりバイオハザードはさ、やっぱり怖くないって言ったら嘘になるじゃない。やっぱりね。アイテムボックスどこ？こっち？かっこいいバリーを通り越したこっか。え、なんでこんなとこなの？こ、あ、でも、え、ちょ、じゃ、地下がある。はい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 。まあ、とりあえずこれで、マグナムリボルブーがあるから、とりあえず、ここの階の、横にと横っちょに扉があるから、そこ行こう、そこに行こう、右折。んー、何があるんだろうか。下に行くヒントかな、謎解きかな。とりあえず道か。うわー長いの。まあ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 、行こう、とりあえず行きましょう。待てマグナムリボルバーじゃない、オッケー、大丈夫だ、任しとけ。これ左、あー右ー、あぶれ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 、ちょ、あれじゃん、あいつじゃない、今のあれですね、あのパートはいくつか忘れたけど、多分5パートぐらい前に出てきたあの巨大なちょっと手かせ足かせついたやつですよね。逃げます、逃げ、ちょ、危ねえ、あいつ速くないはず、足は決して速くないはず。ええ、オッケー、分岐がある。いやでもさ、あそこなんか下ろすところあったよね。ちょっとこっち行こう、なんかね、下ろすとこあったのよ。あ、そうそう、これ、何かのレバーがある、動かしましょう。あー、そういうことねー、お、危ない、ちょ、なんでそっちにいるの。おびき寄せよっか、お兄さんこっちだよ、お兄さんこっちだよ、うわ、お兄さんこっちだよ。え、なんでよ、秒数がどっか離れたとかか、結構あの過酷だな。よしで、ここまっすぐ行ったら左かこっちかな。よし、とりあえずね、うん、逃げたと思ったら全く逃げてないかもしれないけど、よし、何かがあるかもしれないけど、よし、ストップ。あれだね、もう新しいとこ行ったら地図見なきゃダメだね。ほ？狭い。ほ？なんだ？あ、なんかこれ動かすようだね。だね。で、ここに乗っける感じ。ちょっと待って、ジル、焦るな。なんだ？これボタンだね。資材運搬用の装置だ。いや、これは多分、これを乗っけるんでしょう。ぽいよね。普通の人だったらこう考えるはず。よし。ジル、おっしゃってー。これ、俺じゃね、押せる自信はないね、これ。絶対重いもん。ナイス。素晴らしい。オッケー。ここから押せないんだ。ジルは乗っけられないんだ。で、お願いします。資材運搬用の装置だ。動かします。ちょっと安定性ゼロだな、お前。安定性ねえな。なんか面白そう。ちょっと乗ってみたいね、あれね。ウィー。
来ないでよ。で、銃を、壊れた銃みたいなのでいいんだよね。をここに来てはめるっていうことでよろしいのだろうか、どうなんだろうか。よし。じゃあ一旦戻りましょう。でね、お前がどっちにいるのかわからないんだ、俺は。あー、来たねー。おーおーおーおおほい。あ、団長、食らっちゃったねー。食らっちゃったねー。食らっちゃうと。うわー。お前もね、寂しい経験をしてるのわかるよ、俺は。わかるけれども、人に当たっちゃいけない。話せばわかる。焦るな。ここか。ドアロックされている。ここか、待て待て、ここ行き止まりじゃん。お兄さん、いやあ俺だってね、みんな悲しいことあるのよ。うん、みんな悲しいことあるんだよ。でもそれ乗り越えなきゃいけないんだよ、お前。名前なんていうかわからんから、名前呼ばないけれど。ね、本当に。誰に話すか、俺あの人に話かかけてるから、あの人に。はい。バリー。バリー？はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、はぁ、いや、ちょっと口汚くなるよ、これ。おい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 、バリーさんよ。え、嘘だろ。マジかよ。ここに来ての大きな裏切りってことでしょ？最悪だな、あいつ、ほんとに。よし。で、うまくぐるぐる回りながら、取りましょう。うん。うわーって叫ぶかもしれないですが、私も叫ぶかもしれないですが、そこはちょっと乗り越えていきましょう。よし。どっちから来るんだろう。どっちだって。ちょっとごめんなさい。右。右から来るか、左から来るか。右から来るから、いや、左から来るから嬉しいんだけどな、おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん。ちょっと少し止まります。動かしませんよ。おじいちゃん。おじいちゃん、どっちから来るの？で、あいつをここまで来させます。ここまで来させます。来させます。で、ムーブ、ムーブ、引く。オッケー。出てくる。で、で、走る、走る。ジル、スーパー走る。そうそうそう。そうだ、そうだ、アイス、アジ、オッケー。で、で、ここを向き。で、ここに、これをはめるんだよね、多分。うそ。あ、こうかな。あ、来てる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 。あか。うそ、絶対ここ。絶対ここだって。うそ、うそ。なんで、なんで。機械仕掛けのフラッグが絶対これだって。壊れたショットガン、ドン。え、嘘、嘘でしょ。絶対これだって。お兄さん来てるって、お兄さん来てるって、お兄さん来てるって。ジル焦ってるって。私あそこから、画面から見えたら、私走って逃げます。とりあえずあ、うっそやんけ。はい、一回戻りましょう。あ、来た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 、お兄さん来た、お兄さん来た、お兄さん来た。あ、違う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 、お兄さん来た、お兄さん、お兄さん、はい、さよなら。ちょっともう一回ちょっと熟考します、考えます。まあ、とりあえずね、地下に行こう。じゃあ、うん、壊れたショットガンじゃないんだったら、多分特定のものがあるんじゃないのかな。めちゃくちゃやってはまらなかったから、多分特定のものがあるんでしょう。ここ地下だよね、降ります。っていうか本当にバリーがムカつくんだけど。あー、そういうこと。はい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 、普通の下か。でこれ押すのかな。お、ビンゴ。よし。あれ、なんかプレスするやつ、あれ。上からドーンってやつかな。あれ、ちょ、待って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 。舗装じゃない？ジローしてー。オッケー。プレスじゃないこれ、多分。排気処理用のプレス機がある、まさに。スイッチがある、押しますか？イエス。レッツアプレス。強え、強え、最強じゃん。
何あれ、何あれ、何あれ、あ、強そう。壊れた火炎放射器を取りますか。あ、これははめるのか。そういうことか。あの、もしあの叫び声が怖かったら、あの叫び声が聞こえたら、みんなも一緒にあのちゃんとね、あの叫べるようなところだったら、家とか自分の部屋とかね、いやーと言えば大丈夫だと思います。またここで止まります。どっちから来るんだいお兄さん。どっちから現れてくるんだいお兄さん。チャッチャチャッチャ、なんで止まんの、なんで止まんのお兄さん。よし、動かします。てか、なんでさ、こいつここにいるの。隅かなの、ここで。ちゃっちゃお兄さんがここら辺まで来たらこっち来ると。よし、ちゃっちゃお兄さんが向こういる間に、私は、あ、ここ取っとこうかな、これ、これ取っとこう。よし、でちゃっちゃお兄さんがいるから、ちゃっちゃお兄さんをウォー、え、嘘、関係トライ。逆に待って、チャチャお兄さんそっちいるってことは、こっちから行けんじゃない？下ろす。オッケーオッケーオッケー。チャチャお兄さんこっち。え、ちゃ、そう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 。そう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 。そうそうそう、こっちこっち。こっちにおいで。こっちにおいで。音が近づいてきてるんで、ちょっ、あ、ちょうどいい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 、音が近づいてきてるのよ。おいで、寂しがらずに、わかるから。おお、あ、そっち、そっちかい、ちゃっちゃ兄さん、そっちかい。びっくりしたな、お前、お前絶対逆だろうが。はい、こっちか。絶対逆だろうが、お前マジで。絶対ここにいる。あれ、こっちか。よし、もう走っていこう。ちゃちゃお兄さんなんて知らないもん。あ、ていうかね、喋れればいいと思うんですよ、結局は。うお、ちゃちゃお兄さん、びっくりした、びっくりした、あ、びっくりしたな。なんでそっちにワープしてるの。はい、もう一回ちょっと、あの、ちゃちゃお兄さんが向こうから来るまでちょっと飛ばしたいと思います。と言ったら来ましたね。よし。走っていきますよ。これ多分、ちゃちゃお兄さんもマスクの中で笑ってんじゃないかな。楽しい、楽しい。これ楽しい、みたいな。楽しくないよ。恐怖感だよ、本当に。まあでも楽しいけどね。ちゃちゃお兄さんも楽しいって言ってくれるんだったら、多分合ってる。お、来ました、逃げろ。セーフ、セーフ。ちゃっちゃお兄さんは倒すことになるのかな。個人的に倒したくないんだけど、優しい人だから、意外と本当は優しいんですよ、本当は。何これ、いろいろな人形がずらりと並べられている。どれも変色してしまっている。火は消えているが使われた痕跡がある。ライター持ってくるべきだった。でもこれしかないんだよね。うわ、変。え、なにこれ、なんかある。あ、気のせいか。うわ、全然深いじゃん。ゼフカスじゃん、ゼフカス。ちょっと何言ってるか分からんが、ゼフカス超深い。まあ、いかれんや、始まらねえな。おお、ヒル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 &ヒル。オッケーオッケー、追いかけてきてるよ。ちょっと地図を見ながら左曲がります。で、まっすぐですね。よし、
わっていうか、うわ、めっちゃ綺麗だな、これ。なんかハウルのお部屋みたい。ベッドはまだ暖かい。もしかしたらこれ、チャッチャ兄さんのお部屋なのかな。結構いいお部屋に住んでますね、チャッチャ兄さん。何これ。はい、地図。向こうにも上がるところがあるんだね。怖いな、ここにハーブがあるっていうのが。ちょっと組み合わせるけど、なんか意味してるよね。しかもブルーハーブもあるからね。まあ一応取らないでいくけれど、一応こう上に上がれんのよ。まあ上がろっか。お、登ってるシチュエーション。はい、あれ、なんかここ知ってるよ。セーブルームじゃない、ここ。あれ、セーブルーム到着。え、何すんのここ。これ、ここで初めてチャッチャ兄さんと会ったんですよ。ちなみに、はいはいはい。何か変わってるところがあるんだろうか。私、ここに戻ってきました。なぜ戻ってきたか。あのね、絶対何かしらあると思って、まあ、あたりぐるぐる回って、もう一回下下がってぐるぐる回ってね、20分ぐらい経ったかな。いや、20分も経ってないかな。こんなの発見しました。宝石箱取りますか。取ります。いや、あそこのセーブルームっていうか、周り何もなくて、いやでも絶対道中にあるだろうって戻って調べる、ごめんね。って言ってこれ発見したんだけど、なんだこれ。お、石でできたリングってことは、あれはめるってことかな。ある家族の写真ありますね。写真の裏に何かが書かれている。シソウイルス変異体を投与。はいはいはい。ジェシカにタイプ A っていうウイルスを投与し、リサにはタイプ B を投与したと。ジョージは抹消済み。ほう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 。誰かが書き残した手記。注射で頭がぼーっとする。お母さんに会えない。どこかに連れて行かれた。二人で脱出しようって約束したのに、私だけ置いていくなんて。お母さん見つけた。今日の食事をお母さんと一緒。嬉しかった。まあ、いろんな言葉ですね。偽物。うんうんうん。お母さんの顔は簡単に取り返せた。お母さんの顔を取っていたおばさんの悲鳴が聞こえたけど、お母さんの顔を取ったやつの悲鳴なんか気にしない。あれ？あれってもしかしてお母さんなんですかね、チャッチャ兄さん。そういうことではない。お母さんは私のもの。誰にも取られないように私にくっつけておこう。お母さんに会った時、顔がないとかわいそうだもの。ちょっと俺が読まなかったのこれ。外は一緒だけど中が違う。石の箱の中、お母さんに匂い。ここお母さんが本当？石の箱、硬くて痛い。石のジャラジャラが邪魔をする。四つの石てるジャラジャラせで、お母さん会えない。4つの石、賢者の石かな。まあ、でも進みます。これでおそらく鉄石、違うね、鉄と石製のオブジェを作るわけだよね。よし、じゃあそれを作って今回は終わりにしましょう。よしよし、進んでるねこれ。でもね、怖いのが、チャッチャ兄さんが、来そう。超来そう。これだね。これはめます。組み合わせる。どうぞ。鉄と石製のオブジェ。OK。これと、もう一個のやつを重ねて、
行きましょう。オッケー。よし、これで結構進むんじゃないかな。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。